四代目、中村若衛門8月20日から2012年2月23日は、歌舞伎役者、映画俳優。七代目、大谷智衛門としても知られる。立尾山、中村若衛門としての野号は慶や縄門は慶や結び、河衛門は、向かいすずめ。大谷智衛門としての野号は、赤子屋。縄門は丸十、河衛門は水仙丸。 日本芸術院会員、重要無形文化財保持者。本名は、青木清次。小山の大御所的存在として晩年まで、若々しい美しさと、拡張の高さ、芸格の大きさで人気を博した。青木清治は六代目、大谷智恵門の次男として1920年、東京に生まれた。1927年1月、東京志村座。 弱技劇書き染めの桜丸で大谷幸太郎を名乗り初舞台を踏む。1942年、長兵を受けて出生。しかしその直後に、戦地で、父、六代目ともえもんが、巡業先の鳥取で、鳥取自身に会い、崩壊した劇場の下敷きとなって圧死するという、秘宝を受ける。1946年、福音。翌年6月、三越劇場。 源平の伸びき抱きの、5万、蘇我州キャンゴ所染めのアウ州などで、小山、大谷光太郎として舞台に復帰する。1948年3月には、東京劇場、スマト源平つじの平敦森他で7代目、大谷智江門を襲名した。その後、1950年に映画俳優に転身、佐々木小次郎でデビューを果たす。東方の専属俳優から、 1954年に新東宝に移籍し、に、ところが1955年に映画界を事実上引退、舞台に再復帰したばかりか、活動の場を関西に移す。そして関西歌舞伎の大名跡、中村若衛門家に、遺廃用紙として入り、1964年9月、歌舞伎座、祇園祭礼振興期、金閣人の雪姫ほかで四代目、中村若衛門を襲名した。 以降拡張の高い芸風で、小山の第一人者となり、六代目、中村歌右衛門亡き後は事実上の最高峰を、極めた。大谷智右衛門は、いわゆる、江戸の大名跡の一つで、通常はそれ自体が止めなとなるが、七代目は智右衛門、襲名後に四代目弱右衛門を継いでいる。これは、長兵で入隊し太平洋戦争自由軍中に、戦病死した三代目、 ジャクエモンの長男、中村慶生が、七代目、友もえもの無二の親友だった関係によるもの。友もえもも、啓生に二年遅れて徴兵され、過酷な南方の戦地を六年間も転戦したが、こちらは幸運にも生きて、再び祖国の地を踏むことができた。終戦後、復員してきた、懐かしい友もえもの姿を見た、慶生の母は、そこに何か、運命的なものを感じ、 以後はともえもんを我が子同然に可愛がった。そして、息子が果たせなかった、弱えもん襲名は、ぜひ親友だった、あなたにしてもらいたいと、再三にわたって懇願したのである。大谷ともえもんの赤石屋と、中村弱えもんの敬也は、隕石関係は、愚か指定関係の接点すらない、系統の全く異なる家系で、ともえもんの弱えもん襲名は、 個人の無念の思いをその親友に託すという異色の養子縁組となった。2010年1月19日、歌舞伎座さよなら公演ことぶき初春大歌舞伎、春のことぶきの女帝役で1日だけ出演したのが最後の舞台となった。2012年2月23日廃演の試し去。91歳の大王女だった。2012年3月9日の閣議において、 十三味を追いすることが決まる。妻秋子は七代目、松本幸四郎の娘。そのため、十一代目、市川段十郎、初代松本白王、二代目、尾上松小六の三兄弟とは義兄弟の間柄だった。自身の息子二人も歌舞伎役者。長男は、赤カシアを継承し、八代目、大谷智恵門として、主に立役を務める。 次男は慶也を継承し、親まで活躍する五代目、中村若右衛門である。当たり役と言われるのは次の通り、著作その他。ありがとうございます。